パオロベッティーニ、パオロベッティーニ、パオロベッチニ、1974年4月1日体は、イタリアトスカーナ州リボルノ県、チェルチナ出身の自転車プロロードレース選手。1997年プロデビュー。2002から2004年、UCI ワールドカップチャンピオン、アテネオリンピック男子自転車個人、ロードレース、金メダル。2005から6年ジロで、イタリアポイント賞。 2006から2007年世界選手権2連覇、モニュメントレース5勝など、グランツール総合優勝以外のありと、あらゆる栄光を手にした選手である。積極的にアタックを仕掛け、力強く、集団から飛び出す姿から、イルグリロ、イタリア語で、コオロギの意の愛称で呼ばれる。1997年に、MG、テクノジムで、プロデビューしてからしばらくは、 ミケレバルトリのアシストとして活躍するが、徐々に才能が開花。2000年のリエージュ・バストーニュ・リエージュ優勝。ツールド・フランスでもステージ優勝を果たしたことで、当時所属していたマペーの新しいエース候補として注目を集め始める。2001年は世界選手権では2位、中ヒ選手権を制覇。2002年は再びリエージュ・バストーニュ・リエージュで優勝し、 UCI ワールドカップチャンピオンにも輝く。2003年はシーズン序盤から絶好調で、ミラノ、サンレモ、ヒュー、サイクラシックス、クラシカサンセバスティアンで立て続けに優勝。イタリア選手権も制し、2年連続で UCI ワールドカップチャンピオンとなる。2004年もティレイのアドリアティコ優勝を果たすなど、好調だったが、ダビデレベリンが、 アルデンヌクラシックのアムステルゴールドレース、フレッシュワロンヌ、リエージュバストーニュリエージュで、前代未聞の3連勝。両者はシーズン終盤まで UCI ワールドカップチャンピオンの座をめぐり争うことになったが、過労死じて3年連続で UCI ワールドカップチャンピオンを獲得。アテネオリンピックでも金メダルを獲得するなど、2003年に続いて多数の栄光を手にした。 2005年は、ジロでイタリアで、初のポイント賞。ウエルダー・エスパーニャでもステージ優勝したほか、チューリッヒ選手権、ジロ、ディロンバルディアでも優勝する。2006年は、ジロでイタリアで2年連続ポイント賞。さらに念願の世界選手権も制した。2002年は、マリオ・チポリーニのアシスト。2003年は、イゴル・アスタロアのアタックについていけ4位。2004年は、膝の故障で、 リタや2005年は13位に沈んでいたほか、ジロディロンバルディアも連覇した。念願だったマイオアルカンシールを着てのシーズンとなった2007年は、主要なレースで何度も入賞こそするものの、優勝はブエルター・エスパーニャ第3ステージでの一つだけに止まっていた。だが、ブエルター・エスパーニャポイント賞の座を降りてまで挑んだ世界選手権では、 ドーピング疑惑に伴う出場停止処分がささやかれたりするなどのトラブルにも負けず、絶妙なレース運びと精神力で見事に優勝。1991から1992年のジャンニ・ブーニョ以来15年ぶり、世界選手権史上5人目となる連覇を達成する偉業を成し遂げた。2008年はブエルター・エスパーニャで2勝する活躍を見せるも、所属する クイックステップが似た客室のステファン・シューマッハを獲得したため契約更新をせず移籍することを表明した。しかし、その後、世界選手権の行われているバレーゼで男子個人ロードレースの前日の9月27日記者会見を行い、世界選手権を最後に引退することを発表した。2010年、同年2月7日に交通事故のため休止した。 前任者のフランコ・バルリーニの後継として、イタリアナショナルチームの監督に就任。169センチメートル58キログラムという、やや小柄な体格からは想像できないパワーを持っており、客室としては、パンチャーに近い、短いと半もこなせる登れるスプリンターである。このため、クラシックスペシャリストとして圧倒的な強さを誇った。大集団でのゴールスプリントになった場合は、 スプリンターには一歩を取る。同様に一球や長球といった山岳ポイントや、山頂ゴールなどが設定された山岳ステージにおいては、一流のクライマーにはかなわないが、フレッシュはロンヌやジロディ、ロンバルディアなどのクラシックをはじめとした、ワンデーレースでは、特化型選手よりも多くの勝利を得てきた。ワンデーレースは総じて平均スピードが高く、またステージレースでしばしば見られるような、 総合順位の低い選手の逃げを容認することもないため、ルーラーの大逃げが決まりにくい。しかも、標高差の低い丘をいくつも越えるといった距離の短いアップダウンを繰り返すコースレイアウトになっていることが多いので、まずスプリンターを上りで振り落とし、その後は即スプリントに持ち込むなり、山に入る前に平坦区間でアタックをかけて、クライマーを振り切ることができる。あるいはゴール前が上り、 貴重な場合には、平地区間でスピードを上げて、パワーに劣るクライマーたちを脱落させて、重量級のスプリンターが、苦手とする上りでのゴールスプリントを仕掛けて勝つことができるため、必然的にベッティーニには有利になる。ちなみにグランツールをはじめとしたステージレースにおいては、クラシックレースのような、細かいアップダウンを含んだステージが、比較的多いことや、コースの難易度によって、 ゴールポイントの差が設けられていないため、着実にポイントを稼ぐことで、ポイント賞を獲得しに行くことのできるジロで、イタリアやブエルター・エスパニアで活躍し、しばしばステージ優勝を上げている。シーズンを通してほとんど大崩れすることがなく、狙ったレース、特にクラシックには必ず体調のピークを合わせてくる。体調管理の上手さも特筆に値する。主要なレースでの上位入賞は、 多数につき割愛。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。